こんにちは。手で芸をするコミーです。これはコメントで教えてもらって、ハスボーの進化系がという話があって、何何と思って見たらね、雨が溜まっていたので進化したんだけど、話に出てきたのはこれの一個先の進化系でした。全然溜まってないのでまだまだ見れない感じですね。でね、これはね、家から近くの車で行く、ショッピングセンターなんですけど、駐車場にあんなにポケモンがいるんです。いいのがいるかは置いといて、はい。で、図鑑を埋めに行く感じが最近あります。持ってないものが、近くのポケモンというところに出てきた時には、行ける時には行ってくるみたいな感じで、これはこれを取りに行きました。もうそうやって取るしかないですよね。行けない距離ならもうしょうがないし、行けないタイミングならしょうがないけど、行けるんだったら行っちゃおうみたいな感じでね、行きました。はい、ゲットです。はい、とりあえず埋めたいまだ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 ですけどね。そう、進化しないと埋まらないものはね、もうどうしようもない。はい、そして卵が帰り、図鑑が埋まる。これはね、ダブルで嬉しい感じですね。はい。で、レイドバトルは今日はね、2枚パスがあるんですね。だから 1枚とかね、1回はやっとこうと思って、で、レイドバトルをするっていうミッションがあったんだっけな。それは今日じゃないかな、忘れちゃったけど、強い、ちょっと強めのに挑戦する時もありますけど、これ確実に勝てるところに行くっていうのもね、多分こうレイドで取ったやつは評価がいいんですよね、割と。野生で捕まえるよりも、いや、だったらコイキングちょっともらっとこっかなみたいな感じです。で、やっぱりさすが、はい、すぐに倒せてしまいました。なんだって感じですね。はい、なんていうかな、レベルが上がりにくくなっている。最初はね、サク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 上がるんですけど、やっぱりね、こうちまちましか上がらなくなってくるから、なんかどうしたらいいんだろうみたいな、ちょっとモヤモヤ感があります。どうしたらいいんだろうみたいなね。まあ、やれることはやっているつもりですけど、まだきっとやれることがあるんでしょうね。あと、ジムバトルをするっていう、フィールドリサーチがあったんですよね。なんでちょっとやってみた感じ、ほぼほぼ弱っているポケモンばっかりのジムだったんです。近所のジムが。なので、はい、道に佇んでしばしジムバトルをしました。途中でやめるっていうのもあったけど、これもうちょっとだったら全然いけちゃうじゃんと思ったらやめられなくなる。せっかくだったらね、コインもね、順調に溜まってきているんですよ。だからそれならちょっとジム置きしたいので、それならね、自分で勝ち取ってみたいなのはね、達成感がありますね。なのでちょっとやっちゃいました。この寝そべっているやつ、これ結構ジムに置いてありますね。私持ってないんだけど、きっといいってことですよね。で、ナッシーが結構いいというのを聞いて、ナッシー置いてみました。本当は首の長いやつが欲しいんだけど、まだないんですよね。はい。で、
卵をね2個孵化するっていうミッションがあって、これ2キロのやつにセットして2個目これね、はい、そして吠える子でした。これ400個ですよね、吠える子の進化。だからこれはもうね、相棒にしてる人もいますけど、どうしたもんかなって思いますね。うん、ポケモンの巣とか行けばいいんだよとか言われたりしたんですけど、まあね、そういうやり方もありますね。まあまあ、はい、やれることをやりましょう。これでね、2個とも、これもう1個も、はい、吠える子だったので、ラッキーって感じです。とは言っても全然数がまだまだですけど、ね、これ全部揃える人ってすごいですね、あの図鑑。すごい時間を割いてるんだろうなって思っちゃう。はい、ということで今日はこんな感じです。ホイル子2個ゲットです。お疲れ様でした。